はい、どうもショータイムゴルフです。はい、みんなクラブ15本っていう制限あるけどさ、あれ厳しいよ。厳しい厳しい、足りない足りない、本当に全く足りない。番手感とかさ、10ヤード以上空いちゃうとちゃうわけ、あれ間に入れたりとかさ、パター何本だってグリーン上でさ、ラインによってさ、パター変えたい時あるじゃん。あるあるある、ありますね。フックラインはこれみたいな。そう、確かにね、スライスラインはウェッジとかバウンス違うから、特にバンカーとかは、あとロフト2度でかなり変わってくるから、ね、そうそうそう、あ俺らの飛距離やつね。じゃあ今日はね、クラブ本数制限なしでやったらアンダー出るんじゃねということで。そりゃね、そりゃそうだよ。いや出るでしょ、出るでしょ。出るよね、さすがにね。それはでも50台チャレンジでもいいんじゃないかぐらいですね。50台チャレンジだね。じゃあ、今日じゃあもうみんな50台チャレンジ、ということでやっていきたいと思います。はい、はい、あ、541ヤード今日はもう60台余裕じゃない。あんだけクラブあれやね、あんだけあるわね、うん、もうキャリーさんもおんもーって言ってたよ今日3人で、まあ、何ですか、もう行こう、あれせっかく特定の話したうわ、ナイスだ今日時計がいいね、やっぱ上に負けてるもんね、時計がいいから。あ、まだ時間合わせなかった、時間ない時間合わせなかった離さなきゃ、はい、今ね、あ、7時20分合ってる、あ、合ってる合ってる、あ、ティータンちょうど、ちょっとルーティン確認するわこっからね、ここからスタートなんだ、うん、時計は見てから、あ、ちゃんとティータン見に行って、うん、注意、おおすごいとこ飛んでる、今何が起きた分かんない、お願いします。あれルーティンないけど、おお、ナイス、あー、バンカー入ったよこれ、そんな飛びました、さすが、やっぱ時計がいいっすね、それが、うん、今時計は良かったんだけど、ルーティンが悪かったじゃあ、ダメじゃんプロジェクト、今回は、なんかショータイムゴルフはアイスウォッチさんがやって思います、ファイトアスリートプロジェクトに僕たち4人がショータイムゴルフとして参加させていただくことになりました。これは、まあ今コロナウイルスの感染拡大によって、まあ、世界中で、まあ、外出などが制限されてて、まあ活動資金の元になっている公式試合なども中止や延期になっているので、まあ、アスリートたちが非常に、まあ、厳しい状況にあるので、アイスウォッチを買っていただくと対象のスポーツチームやアスリートへ売上金の一部が還元されている、で売上の一部はジュニア育成、ジュニア育成のために使われるということで、ぜひ皆さんにも協力していただきたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。このアイスウォッチのウェブサイトに行ってもらうと、僕たちの顔写真がそれぞれ4人あって、まあカンさんのはこのローズのゴールド、まあ、1人ずつみんな違う時計を今持ってるんですけど、まあどれかこの中のサポートしたい人のを買ってもいいし、まあ好きな時計があればこの中のデザインで選んでもいいので買ってもらえる、買うと僕らのサイン、あ、そう、箱に僕らサインするんで、買った方には、そう、それをまあサインしてお届けするという、はい、そういうことになってます。お願いします。お願いします。やべ、あの辺に勝也のビッグバードあるよ勝也さんのスポットっすよな、そこ。そうだね、いつも勝也行くだ、野球でもファールなんじゃないか今ファールですね、あれファールでしょそうそれおしゃれ、じゃあそれぞれの紹介します。ロレックスみたい、あ、これがショートさんの、あ、なんかもうさ、まるでさ、ロレックス側がパチモンに見えてくるよこれだけのクオリティなら、うん、僕のがこれですね、かっこいいね、シンプルでかっこいい、いいですね、合わせやすい、ルーティーンに入るこれ、時計を見ることがもうなんならヤーデージ見なくていいんじゃないかなって、ヤーデージだけどこの針見てるだけで集中してくるよ、あー、うん、ゾーンに入ってきた。じゃあ俺もちょっとルーティンに入れるわ、ルーティンに入れた方がいい、あ、今日それっすね、みんな、うん、いや、まあ、今日は時計も持ってるしクラブもいっぱい持ってるし、あんな出ないわけがないんすよ。そうだね
そうだね、そうだね、うん、あでも全然似てる、全然似てる、うん、ボールもいっぱい持ってきたよクラブだけじゃなくて、あクラブだけじゃない、ボールもいっぱいあるよワンザがあるよ、今日も僕もいっぱい持ってきました、うん、コストコでボールいっぱい買って、コストコなんかコストコのクラクランドのボール、あーコストコのブランドのボール買ってきました、今日それで僕プレーするんで、はい、プレーボー、いきなりプレーボーかい、ニュー250ぐらい、ちょっと待った、うん、どう、これがニュースタイル、ニュールーティーン、おおすげえ、めっちゃいい、めっちゃいい、すじってる、え、これ乗るんじゃん、おお、やば、あ、ちょっと前、すごすぎる、なんかもうすげえ体がかかって今日スプーン何本あんの？3本スプーンだけで3本やるな、おお、ルーティン、ナイスルーティン、いいんじゃね？ちょっと右？まあ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 、ウェッジもいっぱいあるんだろう、どうせウェッジめっちゃあるはい、高広ボールが埋まってました、今日クラブ何本？今日20本かな、20本、少ないね、19か20、少ない、意気込みが足りないんじゃない、うわ、寒い、ちょっと左すぎねえか、バンカー、はい、うん、すごいウェッジ持ってるね、うん、悩みどころなんですけど、これ何度？55で、55、あ、これはマイクラブ、あいつものやつね、そうだ、結局、お、やばい、やば、ちょ、マイクラブで、マイクラブでしっかりした、あ、乗ったって58と60で前もこの2度の差で、あ、60持ってんの、60あるよ、ああそう、58だないつものクラブで、俺ね、右バンカーかも、チェックチェック、うまい、おお、ナイスだ、ナイスです、やっぱウェッジ2本あると選択肢がいいね、2度でかいね、これだけの選択肢があってバーディーが取れないわけがない、60だ、60 あーいいね、いいね、ジュニアゴルファーにも真似してほしいね、あ、そんな行っちゃうの、うわ、なにこれ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 、やば、なに今の、やば、何今の、うわぁ、反応しない、反応しねえよこれ、やば、それはやばい、マジある、パター1本しかないの、いや、2本ある、2本ある、なんで両方持ってこないの、もう1本ドライビングパターなんだ、あ、そうなんだ、グリーン上用紙、俺ドライビングパターだけで2本あるよ何読んだよ、上読んだよ、そうっすね、ナイスタッチだね、めっちゃうまい、うまいね、あー、分かった分かった、パーすね、ちょっとさ、フォーパー、あ、バーディーか、おお、ナイス、やっぱルーティンがいいな、ナイスバーディー、してるかな、これ結構迷いどこなんだよそれだったわ、いや、やっぱ普段のドライビングパターンだよおー、ナイス、さすが、ボギーボギーボギー、オービュー、オービューってボギー、ボギーだから先行くか、ボギーだから先行く、うん、ボギーは先だよ、カラフルなのすごい、グリップも含め
そっか、それだわ。それだ。ちょっと使わせてもらうわ、次から。一本しか持ってこなくてごめん。絶対変わんないよ。え、何ですか？え、今考えてるんですよ。え、何これ？いや、シャフトが結構これ違うんだよね。あ、そう。470。G アッタスで行くか。うん。追い風っすよ。うん。G アッタスで。G アッタスで。中弾道で。うん。高弾道だけど。すごいな、構えた。やば。カートマネジメント。おお、ナイス。この辺だ。ちょっとドライビングパターとドライバーで迷ってます。ああ、なるほどね。いい迷いだね。ドライビングパター。こっちの方がスピン少ないですよ、ね。ああ、そうだね。でも追い風なんでスピン少ないってことで。ただの言い訳だろ。ただの言い訳だろ。なるほどね。迷ってねえだろ、最初から。迷ってねえよ、最初から。決まってたでしょ。ナイス。ナイス。ちょっと左からか。ああ、でもいいとこ、いいとこ。うん。ああ、よかったな。あれ、もう悩みなしですか、これは。47って決まってるんで。ああ。そっか、47。やっぱ飛んで初めてドライバー。俺も47欲しいな。48にかっこいいな。そっか、人のクラブ使っていいのか。そっか、使おう。パー5で。おお、まあまあ。いや、でも悪くないだろ。俺と同じとこっすね。うん。カートマネジメント。うん。いいんじゃね？カートマネジメント。悪くない。ルーティーンやってなかったっすけど。あ、忘れた。だからだ。うん、だからっすよ。だからドローしなかったんですよ。これだけドライバーいっぱいあるとティーショットが楽だね。楽。楽だわ。うん、うん。選択肢が広がるから。そうっす。風によってやっぱ考えられるし、コースのレイアウトによっても、ドローフェード打ち分けられるし。今日簡単だわ、これ。今日簡単、本当に。だって今、OB 打ってボギーだろ。うん、OB 打たなかったら全部バーディーじゃない俺。うん、全部バーディー。なこっからバーディーっすよ、全部。こっから全部バーディーだよ。そっか。簡単だな。そっか。誰だよ、14本って決めたの。ね、20本だったらみんなあんな出るんだよ。俺今日26、7本あるよ。あのさ、もっと入れてこようとしたんだよ。あの、入らなかった、バーディー。そう、入らない。俺の軽いタイプの、あの、プロのじゃないんで、もう20本でいっぱいなんですよ。あ、そうなの。しょうがなかった。なんか一箇所破っとけばいいじゃん。そうだ、ね、誰かバックくれないかな。うん、オノフの。オノフだよ、オノフ。オノフの買いますか。オノフだよ、バックは。バックはオノフだよ。何言ってんだよ、うん。僕ピン使ってるんで、やっぱオノフじゃないとダメなのか。そうだね。やっぱこれからの時代オノフや。バックはオノフ。あれ何？オノフって書いてある。マミヤだ。あれ？マミヤだった。そうだ。オノフだと思ったら。じゃあ240ヤード。240ヤード。うん。時間が経つにつれて芝が実は微妙に伸びてる。はい、1秒単位で、1秒単位で芝の成長計算する。7番。まあ行くんじゃない、フライヤーで。あ、ナイス。うまっ。あ、ちょっと手前、ちょっと弱いな。うん、なんていうの、遮りながら時計の時間を見るっていうの。ああ、これがルーティンになるかもしれない。そうだ、明け方のね。明け方ルーティン。あとフライヤー次第。あ、乗ってる乗ってる。うん、乗ってるの。ああ。うん。それは自分の手でも変わんない。あ、やばい。どこ？左。 OB までは行かない。バンカーの方。バンカー入ってた。うん、まあ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 、クラブいっぱいあるから。そうそうそう、あんなんトラブルじゃない。なんかバンカー用の入ってませんでした。バンカー用入れてきたから。あ、そうそう。だ、俺さっきそれ使えばうまくいってたんだ。そうだね。そういうことか。活用できてないんだ、やっぱり。いつもバンカー用入れられないじゃん。うん、
しね。売り上げるから。14本っていう制限がね、人をこうも束縛するんだよね。飲み物を飲む時もこう見る。クロックウェッジ。クロックウェッジ。おお。ナイス。ナイス。簡単やっぱり。おお、なんかいっぱい持ってるわ。決まりました。決まった。おお、ちょっと高めできた。おお。はい。そっか。パター1本で大丈夫？ちょっと不安だよね。うん。やばい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 。あ、めっちゃ跳ねた。いや、いいんじゃない？あ、強いわ。え？今日早い。いや、今日早い。早い。めっちゃ早い。これ4人じゃ。おー、ナイスパー。ナイスパー。いいね。いいね。違うね。違いますね。うん。こっちか。いつものじゃない。あ、いつものか、そっち。翔太さん、いつものがどっちのか分かんないよ。変えすぎて。そうそうそう。いや、うまい。今、スライスで読んでました？スライスで読んだ。これスライスなんだ。面白かったね。まっすぐかなと思ったけどこの距離でもやっぱ迷うんだ。俺もっと面白かったな。うん。フックラインなんだよな。フックライン用のパターがあるんですか。すごい人だ。よし。おお、ナイス。サンキュー。やっぱフック用のパター持ってる人強いわ。190ぐらい。右で行こうか左で行こうかってな。ああ、左だろ。どう考えても左だろこれ。右。右。イメージわからなかった。じゃあこれでダメだったら暫定球左で行けよ。うん。ちょっと左。あ、いね、ちょっと短いのか。左手前。池は回避した。7番で弱かった。7番か。フォローだよね、絶対。フォローのはずだった。いや、でかい。乗った。でかくないよ。あ、そう。ちょうどいい。6番。6番。ちょっと6と6と7で迷って7でいく。ああ。7の方がいいっす、絶対。6と6と。6と。おー、うまっ。今日すげえうまいな、アイアン。キレッキレ。おー、ナイス。いや、でも戻った。いや、ナイス。いいね、時計がいいね。ルーティンも安定してるね、今、時間がね。時間が安定した。時間が安定してる。もう準備万端だね。いや、どうしようこれ。これも左じゃないの？左で行こうか。うん。ああ、いいな。あ、いいね。イメージ出てる。うん。あ、やっぱ右だわ。お前、最初から打つ気ねえだろ。最初から打つ気ねえだろ、それ。やっぱ左だったな。やっぱ左だよ。左だった今。うん、ミスったな。バーディートライ入った。惜しい。弱い。オッケー。今日早いな。これもスライスラインって分かりきっての2本なんですけど。最初ちょっとフックなんです。あ、そう。おー。
と案件でこんな遅れるのはちょっとどうかと思って。すいません。ねえ、はい、いつものラウンドとは違うんだから、はい